特別緊急番組ということで、いささか私のね、雰囲気じゃない、緊張した番組かなと思いましたが、もう本当に普段通りの、はい、もうミスタースリムさんでね、はい、なんでミスタースリムさんなんですか、はい、これはですね、いろんなところで自己紹介をするときに、はいはい、私の本名が、細身っていうんですね、そうですよね、身は体の身ではないんですが、見るなんですけれども、はいはい、まあ、ある時ですね、縄体を表すと、はい、細身ですと、はい、いうようなことを話しましたら、非常にそれが受けまして、あ、これはインパクトがあるなということで、はい、それからずっとこれを使うようにしまして、ね、はい、で昔の人はね、はい、秀さん、縄体を表すと、はい、なかなかいいことを言ったもんですけれども、でも何事にも例外はあるということでしょうかね。どこで僕が突っ込んでいるかと思いながら今ね、ちょっと思ってたんですけど、そういう、はい、ミスタースリムさんで一番最初にお会いした時からもその言葉で、はい、僕だから、本名がですね、はい、忘れてしまうぐらいですね、はい、インパクトがあったもんですから、今日はもうスリムさんでよろしいでしょうか。はい、はい、もうスリムさんでね。で、私の名前はスリムですという、はい、なんか聞くところによりますとですね、はい、5月に、はい、なんかテーマソングですか。はい、藪下さんってね、藪下正さんって和歌山で非常に活躍してる、はい、若手の、シンガーソングライターが、はい、私をテーマにした、曲を今作詞作曲して、実は昨日もその打ち合わせをしてきたんですけども、はい、ほぼ完成しました。ですから5月の10日過ぎぐらいに、新曲発表ということで、これもダイワロイネットホテルどっか使いましてですね、はいはい、やろうかなという感じです。ですから、会社のイメージソングとか、うん、そういうものってね、たくさんいろんな会社作ってらっしゃいますけれども、一個人の歌ってさすがの秀さんもないでしょ。ないですね。で、総理大臣をやられた方でも、はいはい、なかなかないと思うんですけれども、はいはい、非常にですね、藪下さんは川島英五賞も捉えたりとか ね、うん、ね、はい、いうことなんですが、うん、着眼点がいいですね。私をテーマに歌を作ったということで、それもともとそれスリムさんからこんなの作ってほしいみたいなイメージでですか。実に、はい、実に言うとそうなんですけど、はい、そう言っちゃったら面白いな、面白くないですか。これをね、他のシンガーソングライターが結構やられたと言ってますよ今。で、藪下さんがね、はい、もしこれでレコード大賞を今年取れば、はい、おそらく、和歌山に、内容的にはですね、はい、ミスタースリムさんという素敵なホテルマンが、はい、和歌山城の近くの素敵なホテルにいますと、はい、それを探しに来る人がいましてね、はい、ミスタースリムさんってどなたなんだろうって言って、はい、聞いた人がミスタースリムだったということで、はい、そのミスタースリムは非常にお茶目なね、ソーシャルにやってるっていうようなストーリーなんですよ。だからこれで彼がレコード大賞を取ったり、紅白に出ようものなんですよ、はいはい、おそらく和歌山にそのミスタースリムを見に来る観光のお客さんがぐっと増えて、そうですね、っていう、僕はだから和歌山のね、観光だとかそういうのが非常に、この和歌山に来て5年目になりますけれど、はい、神戸なんかに比較すると、うん、ちょっとそういうアピールが少ないんじゃないかなと。そうですね。でもすごくいいとこがね、伊豆さんあると思うんですよ、はいはい、君寺だとか、はい、それから和歌の浦だとか、本当にいいね、素晴らしいところがたくさんあるんだけど、もっともっとアピールするべきだし、ね、何もその遠く北海道とか九州からはっていうことであれば、近畿圏の方々もいつも京都とか奈良だけではなくて、うん、和歌山のそういったところも見ていただいて、でちょっと和歌山で観光してね、まあ私もホテル業界のものですから、一泊していただいたらなというようなことは常々思ってるんで、ちょうど藪下さんがこんな曲を作ったんで、はいはい、もう本当に応援していこうかなと思ってます。すごいですよね。だからもう今日ね、本当にこれもご縁もありましたんで、はい、ね、ご飯を一緒に、はい、していただいたこともありますけども、ね、まあ、なんとも言えない、はい、このなんて言うんでしょう、すごく個性あふれてますし、でやはりそのお茶だけでやってるだけにとどまらず、うん、きちっと結果を出していかれてるじゃないですか、うん、まあビジネス的な発想もそうなんですけども、はい、普通、まあ、そう支配に近寄りにくいという感覚はありますけども、はい、いろんな方にこう、なんて言うんでしょう、親しみを持ったりですね、はい、で、まあ、まあ、イミクとか何でもそうですけどね、はい、ネットワークを作られますね、はい、で今5年間と言われてると、はい、普通単身赴任で5年で、はい、ここまで、まあ、和歌山の方も、はい、超有名ですね、和歌山人より有名になりましたね。いや、やっぱりね、僕は常に
目標は持って5年間やってきましたんで、はい、まあ目標はヒデさんでしたよ。ありがとうございます。和歌山にあの素敵なね、はい、イコラブログというブログがありますけれど、はいはい、和歌山のブログ熱って結構高いと思いますね。そうそう、沖縄なんかもっと高いです。ああのブログをやってらっしゃる方がいると分かりますけど、はい、あの表紙に、30枚の写真絵が出ますよね、はい、あれがね和歌山の場合は2時間弱で消えていきますね。ところがね沖縄は20分ぐらいで消えます。だから、僕なんかの手法は、数を多く出す、うんうん、で常にあのヒデさんより上を目指すっていうふうにやってきたんですけどね、はいはい、ちょっと最近あの東京の仕事も増えましてちょっとあの留守がちになってますけれど、だからねやっぱりブログを通してっていうのがこんだけあの和歌山の人たちが熱心にやられてるっていうことはやっぱり非常に身近な、ね、自分たちの情報もいろいろキャッチできますし、私も非常に出張が多いもんですから、はいはい、大分にいた時に本社の東京の本社から電話があって、はいはい、お前雨は平気なのかっていう電話が入ってきたわけですね。であのまだその時大分のホテルの部屋にいましたから、はい、パッとカーテンを開けたら雨上がっておりますって言ったら、バカ野郎和歌山はすごい大雨だろって言われたことがあってで次に何したかっていうと、はい、ブログを開けましたよ。そうすると和歌山駅の近くの、うんうん、あのなんていうんですか、ちょっと低くなった道路に水浸しになって写真がもう出てる、はいはいはい、ものすごい早いその情報が得られるっていう意味ではあの新たな、もちろんこのね、うん、今日私も出していただきましたこの、テレビなんかもそうだと思うんですけど、そうですね、はいはい、もう今までのように、民放だとか、うん、NHK さんだとかいうことだけではもう情報っていうのはキャッチができないのかなっていう気がしますね。まあ、なんか本当にそのコミュニケーションのツールとしては、はい、まあ、今回の震災のことでもそのね、インターネット関係ではうまくそのフォローされたというかね、はい、やっぱりその停電起こってしまうと何もできないですけども、うん、なかなかこう回線がねインターネットでもあるとね、はいはい、本当にすごく、うん、効果が出たというかね、良、はい、かったです ね。だから僕はあの時はですね、地震が起きた2時46分ですか、はい、3月11日には、はい、新幹線で大阪から東京に向かってました、はいはい、で名古屋の手前あたりでストップになった。そうするとそのもちろんあの車内放送があって、関東地方に大きな地震がありました、はい、関東地方でしたかね、その時は、ね、はい、で、皆さんだんだん右往左往してきて、携帯で電話をしても東京なんかに繋がらないとか、で僕はあの携帯のそのパソコンを持ってるので、それでいろんな情報をキャッチしたりして、はい、結構周りの人がどうなってんですかっていうのはね、あの質問を受けたりしたんで、やっぱりね今こういう21世紀になって情報の価値っていうんですかね、はいはい、これはねすごく大事なことなのかなと思いますね。本当そうね、そういう意味では和歌山に来られて、はい、いち早くそのブログを活躍さ、活、はい、なんて言うんでしょう、活用してね、はい、で目指せ KYC ヒデですか、はい、本当にそういう、もちろんそうですか、やっぱり歴史もありますし、ありがとうございます。もうね、はい、ヒデさんに勝てないかなと思いながらやりましたからね。いやでもなんかランキング1位、はい、ずっとねされたことがありましたよね。いやあれはね1日だけ、1日でした、はい、それでもやっぱりブログ仲間から、はい、お祝いのね、うん、パーティーやってもらったりしましたよ。あ、まあ、そこがねだから本当にまあ、その、まあ、ブログだけではなくて、はい、いろんな部分で非常にそのネットワークをお持ちになってて、で単身赴任をされてる仲間の会というのもまた、うん、和歌山で発足されて、はい、1年目にですね、まあ、私どものそのロイネットホテルというのが、まあ、県の土地を借りて、まあそこに建物を建てて、それでまあ今運営してるわけですが、副知事さんがその駐車場なんかの役員もやってらっしゃるんでね、当時の副知事が細見さん、なんで和歌山には単身赴任の会がないのと言われましてね、でやっぱり新聞社だとかいろんなとこ行きますとやっぱり多いんですよ、単身赴任の方が。で、私が発起人になって、立ち上げて、だから1年目自分で自分を褒めてあげられるっていうのは1年目でね、はい、和歌山に単身赴任の会を作ったことかな。これで一気に、はい、ネットワークが広がったし、うん、最初はやっぱり地元のそういう人たちとのお付き合いということで、ロータリーさんとかね、はい、ライオンさんに
入会しようかなというのも思ってましたけれど、はいはい、まあ効果そういうね、はい、会を立ち上げたので、はい、これはですね非常にその営利目的でも何でもないんで、はい、本当に我々単身赴任で、来た仲間たちが洗濯物をどうやってやってるのとか、はい、そんな感じの会なんですよ全然だから商売系がないのよくスリオさんのブログ見てます、うんあのメタも大丈夫ですかっていうぐらいなんかこってりした食事ばっかり外食ばっかりされてますからね、はいはい、あのブログでずっと見てるんですけど、はい、あのなんか懐かしいですね今こうやってあの話してもう5年間になるんですね、はい、そうしたら一時こうやってネクタイ今日のネクタイはこの色とか、はいはい、だからああいうシリーズものとかね、あのブログでシリーズものをやった人もなかなかいないのかな、うん、そうですよね、はい、男の朝食とかね、はいはい、でやっぱりねあの外食ばっかやってるとまあ、種明かしをしますよ、テレビの前に、そうですね、3人4人で食事をした時に全員 の、 あのメニューをまずあの別々に取らせるんですよ。あなるほどそれでパッパッパッって取るとね、はいはいはい、それで3回できますから。だからね僕はあのやっぱり1日6回7回出してましたね。朝もあの深夜も出してたし、朝大体8時ぐらいから2時間間隔ぐらいで、だから朝5時半ぐらいに今だんだん年取ってきたんで起きますとその5時半から出勤までに7本ぐらい作っちゃうんです。作ってましたね、はい、作ってパッパッて流すからなんかたまにずれちゃったりなんかしてね結構僕もそういうあのネタを知ってますからね逆に裏ネタを見ながらちょっと楽しんでねあの笑わさせてもらいましたけどね。まあこれでどのぐらいあのみんなが見てくれるかなとか ね、アクセス件数がどうなのかなとか意外と面白いです。それとねあのブログで思い出があるのは、僕は11月の9日に、2008年の11月の9日にブログを始めたんですよ、はい、これもその前あの、ラジオ番組やってた時にね、はい指導いただいてた方が細見さんブログぐらいやらないとって、はい、僕ブログの部の字も知らないから和歌山に来てねやっとコブクロ覚えたのになんだ今度はブログかという感じでしたでブログをやって最初はそれがこうで何ですかね表紙に自分の写真が出て、はいはい、それを最初の頃は携帯で撮ってたんで結構こけた写真でねそれが話題になってましたけど、だん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 その順位が上がってきたりするっていうのが楽しくなってきて、で1周年記念の特別のやつをやりまして、はい、あの時は確かヒデさんにもご協力いただいたかと思いますが、はい、その30枚を全部ミスタースリムのイラストにしたっていう、はい、だからまあ何はともあれ和歌山人からしたら、うん、ちょっと異質な感じにも映ったか分かりませんけども、やっぱありますよ、まあ、ね、ありますよね、やっぱりねあなたはブログをなんて考えてるんですかっていうお声もありましたんでねただまあそういうことを僕らはどちらかというとこう着眼点がいろんな部分で発想が豊かだし、でまあなんて言うんでしょう、何でもそうですけどトップリーダーされてますから、なんかこうねある程度こう叩かれることも言われることもあると思いますけども、なんかすごくそのエネルギーを感じて僕もそういうことを見ながらですね勉強させていただいたんですけども、今回もたまたまね一本の電話でちょうどたまたま今日は時間空いてるということなんで、もう前は急げという感じで、はいはい、いつまたいつしていただけるかどうか分かりませんよね、はい、今日はせっかく来ていただいたので、はい、まあ、緊急特別番組ということで、まあ、ご覧の皆さんもですね、はい、スリムさんでどんな方かと、はい、多少はですね、今の、お茶目なトークで分かっていただいたと思うんですが、実は、まあ、いろんなことをね、はい、いろんなことを回られてますので、はい、まあ、ちょっと少しシリアスな話になりますけども、はい、まあ、仕事の中で、はい、僕らよく聞きたいのはこう成果を上げていくというか、うん、今若い方も見ていただいていると思うので、うん、仕事を成功するとか、まあ、自分の夢をつかむとか、うん、まあ、いろんなそういう部分にはかなりの努力とか、うん、継続とかって必要だと思うんですけどね、そのさんの中ではその仕事におけるなんかこう、うん、アドバイスみたいなのがあればね、そうですね、はい。